TTT 社長からまた呼び出しだ。いつものユニットメンバーの発表かな。あ、君、よく来たね。アイドルマスターミリオンライブの新ユニットのメンバーとその名称を考えてください。新しいアイドルマスターミリオンライブのユニット名としてクリスタルドリームスという名前を提案します。クリスタルのような透明感や輝きで観客の心をきらめかせます。個性的な歌声を生かして透明感のある音楽を提供します。クリスタルドリームスのメンバーは田村芽衣、北沢志保、松田ありさ、高坂海、赤西エリカ。以上が新ユニットクリスタルドリームスのコンセプトやメンバーになります。なんといつらが前田健と来た。音波を出せばスコープよ。この精度はなんとかならんかな。